はい、どうもトシです。今回はサクホロ食感であっという間に消えてなくなる儚げな焼き菓子で、口の中でなくならないうちにポルボロンと3回唱えることができると幸せになれるという伝説がある伝統菓子のポルボロンを作ります。最後まで見ていただけると嬉しいです。ボウルに薄力粉と強力粉を合わせたものをふるい入れます。クッキングシートを敷いた天板に粉類を再度ふるい入れます。粉類をなるべく平らに広げます。調整します。180度予熱、170度で30分ほど調整します。オーブンの温度と時間は目安です。ご使用のオーブンで調節してください。表面に焼き色がつくまで調整します。ケーキクーラーの上で冷まします。冷めたら粉類をカードなどで崩してまとめます。アーモンドパウダーを加え混ぜ合わせます。粗めのふるいにかけます。柔らかくなったバターをほぐします。粉糖を粗めのふるいにかけます。
ゴムベラで混ぜ合わせます。ゲランド塩を加え、ゴムベラでしっかり混ぜ合わせます。完全に混ざり、クリーム状になるまで混ぜ合わせます。クリーム状になったバターにふるった粉類を加えます。生地がなじむまでゴムベラでしっかり混ぜ合わせます。粉類にグルテンがなく、卵などの水分もないため、混ぜすぎなどは気にする必要はありません。混ぜ終わりはポロポロのそぼろ状になります。ラップをして冷蔵庫で3時間以上、理想的には一晩生地を休ませます。休ませた生地をカードなどで崩しながらほぐします。クッキングシートの上に生地を広げます。クッキングシートをかぶせます。5ミリのルーラーで高さを決め、長方形に成形します。乾燥しないようにラップで全体を覆います。型抜きできる硬さになるまで冷蔵庫で生地を休ませます。休ませた生地を50ミリのセルクルで抜いて汁パンに並べます。抜き残りの生地をまとめて再成形し、同様に作業をします。調整します。余熱170度、150度で15から20分調整します。オーブンの温度と時間は目安です。ご使用のオーブンで調節してください。表面に焼き色がつくまで調整します。
焼きたては柔らかく脆いので天板に乗せたまましっかり冷まします。茶こしで粉糖を表面に振りかけ化粧コーティングしたら完成です。好みのガス袋に化粧コーティングしたホルボロンを入れます。シート乾燥剤を入れます。クリップシーラーで熱シールします。以上がサクホロ食感であっという間に消えてなくなる儚げな焼き菓子で、口の中でなくならないうちにホルボロンと3回唱えることができると幸せになれるという伝説がある伝統菓子のホルボロンの作り方です。気に入っていただけましたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ではまたお会いいたしましょう。さようなら。